5月24日、イギリス海軍とドイツ海軍の間で行われた海戦。通称破壊のために大西洋に進出しようとするドイツ戦隊と、それを阻止しようとするイギリス戦隊によって戦われ、ドイツ側が戦術的に勝利した。イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦フッドは通称破壊作戦のために来た。 大西洋に出撃しようとするドイツ戦艦ビスマルク及び従順洋艦プリンツオイゲンをデンマーク海峡に迎撃した。イギリス艦隊が砲撃を開始して10分足らずの時にビスマルクの砲弾がフッドの後部弾薬庫付近に運命的に命中した。フンにも誘爆が生じフッドは8分もかからずに沈没した。生存者はわずか3人だった。プリンスオブ・ウェールズは ビスマルクと交戦し続けたが、手記の深刻な故障に悩まされていた。これに、戦闘の被害が加わり、手法の大半が使えなくなったため、戦闘から離脱せざるを得なくなった。ビスマルクも、作戦行動は、十分に行えたものの損害を受けており、プリンス・オブ・ウェールズの追撃は諦めて、プリンス・オイゲンと共に、大西洋に向かった。 1941年5月18日、ドイツ海軍の新戦艦ビスマルクは広範囲な試験を、ついに終え、諸女航海である通称破壊作戦、雷ン演習作戦に出撃する準備が整った。ビスマルクは、やはりこれも初の任務となる、新巡洋艦プリンツオイゲンを伴っていた。ドイツの艦隊司令官ギュンター・ユッチェンス提督は、 グリーンランドとアイスランドに挟まれたデンマーク海峡を通って大西洋に出撃し、北大西洋の連合国輸送船団を攻撃することにしていた。戦争初期の戦艦、シャルンホルストやグナイゼナウなどのドイツ主力艦による襲撃は敵に大きな損害を与え、イギリスは船団護衛のためにリベンジ級などの旧式戦艦を何隻も使わざるを得なくなっていた。 これらの艦は旧式でしかも鈍速だったが、15インチ砲で武装しており、ドイツの従順用カニやポケット戦艦の大部分より強力だった。しかし、ビスマルクとプリンツオイゲンの組み合わせは、そうした戦艦一隻に護衛された輸送戦乱を襲撃するリスクも犯すことが可能だった。すなわちビスマルクは護衛の戦艦を打ち破ることができ。 もう一隻のプリンツオイゲンが護衛を失った商船を追撃し沈めることができたからである。二隻はグリーンランド、アイスランドとイギリスを結ぶ線を西へ通過すると予測されイギリス海軍の艦船が可能性のありそうな経路を監視していた。作敵を援助するはずだった航空機はドイツ船体が突破を企てた時点では雲と雨のため その役割を果たすことができなかった。5月23日の夕方、存在を取得する悪天候という利点にもかかわらず、ドイツ戦隊は27ノットで航行しているところを、イギリス従順洋艦ノーフォークとサフォークによって、死人された。彼らは、フレデリック・ウェイクイコール・オーカー少々の指揮下に、デンマーク海峡を紹介していたのである。 サフォークに新たに設置されたレーダーによって、巡洋艦船隊は予動し、ドイツ船隊を捕捉し、その動きを報告し続けた。翌朝、ドイツ船隊は、アイスランドとグリーンランドの間の海峡において、イギリス艦隊の迎撃を受けた。イギリス艦隊は、戦艦プリンス・オブ・ウェールズと、巡洋戦艦フッド、及び護衛の駆逐艦,艦部隊からなり、 フッド座城のランスロットホランド中将がそれを引いていた。プリンス・オブ・ウェールズは新たに収益したキング・ジョージ5世級戦艦でビスマルクとほぼ同じ大きさと攻撃力を持っていたが完熟訓練を終えておらず乗組員は未熟なままだった。さらに主兵装について機械的な問題を抱えておりまだ造船所の行員を乗せたままで出動していた。フッドは 1918年に就役して、以来20年にわたって、世界最大の軍艦であった。両大戦艦におけるフッドは、他の、どの軍艦よりも、そして自国ばかりでなく世界中から、イギリスの海軍力の象徴とみなされていた。しかし、巡洋戦艦である以上、防御面に不安が残されていた。不幸なことに、第二次世界大戦へ向かう急激な情勢の展開は、 フッドの完全な階層を許さなかった。しかし、それでも、フッドの15インチ砲の威力は、他の、どの戦艦にも対抗できるものだった。遥か南東の地点では、ホランド帝徳の上官であるサー・ジョン・トービー帝徳が、ホランド帝徳にプリンス・オブ・ウェールスをフッドに、先行させることを許す、よう命令するべきかどうか、自問自答していた。この配置だと、 より防御の厚いプリンスオブウェールズが敵の放火を引きつけることになる。彼はこの命令を出さないことに決定した。彼はこう述べている。私は上席士官によるそのような干渉は正当化されるものではないと考えていた。ビスマルクの迎撃に赴むくフッドの最後の写真。前景のプリンスオブウェールズは浸水を防ぐために A 砲塔と B 砲塔の向きを 守備線から外している。ホランドの計画は、フッドとプリンスオブウェールズをビスマルクと戦わせ、サフォークとノーフォークが、プリンツオイゲンと戦うというものだった。ホランドはこれを、プリンスオブウェールズのジョンリーチ艦長に、信号で知らせたが、自分の位置を明らかにすることを恐れて、無線風刺を解かず、ウェイクイコールウォーカーへの無線連絡は行わなかった。 ホランドは0200での快適を望んでいた。この井戸での日没は0151。そうすれば、ビスマルクとプリンツオイゲンは、夕日の残光を背景に、シルエットとなり、フッドとプリンスオブウェールズは夕闇に紛れて、ビスマルクの砲弾の急角度の落下がフッドを、脅かさない距離まで素早く接近できるはずだった。ドイツ艦隊は、 この時間帯での攻撃を予期していないはずで、イギリス艦隊は奇襲の効果を期待していた。この計画が成功するかどうかは、サフォークらがドイツ艦隊との直接を絶やさないことにかかっていた。しかしサフォークは零零二八に直接を失った。それから一時間半の間、ホランドは敵影を発見することもノーフォーク、またはサフォークからいかなる情報を得ることもできなかった。 やむを得ず、ホランドは、フッドとプリンス・オブ・ウェールズに、南南西への転進を命じ、また、駆逐艦部隊に北方を捜索させた。直接が失われている間に、二つの船隊は、ま一発の差ですれ違っていた。ドイツ船隊は0141には、グリーンランドの決票ラインに沿う、西向きのコースを変えずに進んでいた。イギリス船隊はそれより、 かなり早い時刻にそのコースを取っていた。ドイツ戦隊がこのコースを変更した時、イギリスの駆逐艦部隊はその南東10マイルの地点にいた。視界が3内45マイルと低くなかったら、ドイツ戦隊は捕捉されていただろう。0300直前になってサフォークはビスマルクとの直接を回復した。フッドとプリンスオブウェールズは35マイル離れていて、ドイツ戦隊より、 わずかに先行していた。ホランドは28ノットに増速してドイツ戦隊に向かうように信号した。サフォークの直接の喪失はイギリス艦隊にとって不利に働いていた。イギリス艦隊はホランドが木とした正面を横切る形での急速な接近でなく浅い角度をとってゆっくりと接近していかなければならなかった。これはフッドがビスマルクの急角度の砲弾に その弱点を長時間さらすことを意味していた。0320、ドイツ戦隊が真西に転進したとサフォークが報告した、時、状況はさらに悪化した。今や、両戦隊はほとんど並走していた。0535、プリンス・オブ・ウェールズのミハリーンが17マイルの距離に、ドイツ艦を侵入した。ドイツ艦隊はすでに音響探信によって、イギリス艦への警戒態勢に入っており、 その10分後に、イギリス艦のハイエントマストを視界に捉えた。ホランドには、この点で、サフォークと合流して、ビスマルクを追尾し、トービーのキング・ジョージ五セイパの攻撃部隊を待つか、または、自らの戦隊に攻撃を命じるかの選択肢があった。彼は0537に決断を下した。荒れた海峡の海では、駆逐艦はほとんど役に立たず、また、 ノーフォークとサフォークのジュニオ艦部隊は、ドイツ部隊との戦闘に参加するにはあまりにも遠く、遅れていたからである。ドイツ艦隊と、イギリス艦隊との交戦図。例後後に、フッドはおよそ24,200メートルの距離から、砲撃を開始した。ホランドははじめ、先行していたプリンツオイゲンを、その位置関係からビスマルクと誤認し、砲撃を命じた。 ホランドはすぐに命令を改め、指揮下の2冠に航行するビスマルクと交戦するように命じた。プリンス・オブ・エールズはすでにビスマルクを正しく特定していたが、フッドはしばらくの間プリンスオイゲンに発砲し続けたと考えられている。ホランドは法術の専門家であったので、フッドの水平防御の脆弱さとそのもたらす危険を熟知しており、 したがって、できるだけ早く距離を詰めることを欲していた。短い距離になればなるほどビスマルクの砲弾の弾道は、水平に近づき、艦板でなく、原則に当たるか、または上艦板を飛び越すはずだった。しかし、ホランドは距離を詰めるにあたって、ドイツ艦隊を横というより前に置いた角度で、航行した。 これは、イギリス戦隊の主力艦の手法18問のうち、使えるのは前方に向いたわずか10問に過ぎないことを意味し、ドイツ側は、図らずも、いわゆる T 字戦法の形を得ることとなった。しかもプリンス・オブ・ウェールズの手法のうち1問は、最初の正社で故障してしまったため、10問から9問に、減っていた。ビスマルクは 20.3km の距離で応戦を、 開始、さらに、イギリス艦隊の砲撃が2つの目標に分散している間、ドイツ艦隊は全方をフッドに集中させていた。もしも、ノーフォークとサフォークがビスマルクに接近して後方から脅かすように命令されていれば、ドイツ艦の後部の砲塔がそちらに向けられ、後戦の火力が減らされたかもしれない。ホランドがこのことを考慮した可能性はある。 ビスマルクの後部下機関製室に送られた2隻の巡洋艦を警戒さよという命令は、リュッチェンスがこのような動きを予測していたことを示している。しかしホランドは、ウェイクイコールウォーカーにこのような命令を下し損ねており、機会が訪れることはなかった。また、ドイツ艦隊は、風上の利点も保持していた。 これは、イギリス艦が風上に向かって進まなければならないこと、そして、波しぶきが、全部砲塔の即居技のレンズをびしょ濡れにしてしまうことを意味しており、その代わりに司令塔にあるより小型の即居技を使わざるを得ないこととなった。加えて、ホランド提督は、プリンス・オブ・ウェールズに、フッドのコースと速度の変動に逐一、追随できるように、フッドの近くにいるように命じていた。 これは、ドイツ側にとって、距離測定を有利にしただけでなく、イギリス側にとっては、弾着がフッドとプリンスオブウェールズどちらのものだったのかの判別を困難にしていた。最初に命中弾を得たのは、プリンスオブウェールズだった。そして3回にわたって、ビスマルクを叩いた。1回目は指揮官邸に命中し、艦の中央部にある水上機車出用カタパルトを、 使用不能にした。第2の命中弾は艦首を一方から反対側に打ち抜いた。第3弾は水面下で船体に当たった。第2、第3の命中弾は軽度の損害と中程度の浸水をもたらした。より重要なことは艦首への損害が1000トンの燃料を貯蔵する全部燃料タンクを破壊したことであった。その結果、ビスマルクは速度をわずかに減らすとともに、 はっきり視認できる油膜をその功績に残すことになったのである。リュッチェンスは0 5 5号まで砲戦を続けた。その間、ドイツ艦は2隻ともフッドを目標とした。フッドのボートデッキに命中した砲弾は、すぐに使えるように砲側に置かれていた4インチ砲の弾薬に着火し、かなり大きな火事を引き起こしたが、この火事は、艦の他の領域までは広がらず、 爆発にもつながらなかった。また未確認であるが、フッドはその環境の規模と全、ショーローレーダーディレクターにも命中弾を受けていた可能性がある。この時どちらのドイツ艦がフッドに命中弾を与えたのかは議論の対象となっている。プリンツ・オイゲンは、プリンス・オブ・エールズを砲撃の対象としていたので、フッドに命中弾を与えることはありえないという主張もされている。しかし、 プリンツ・オイゲンの法術長であり後の主たる証言者であるパウル・シュマーレンバッハはこれを否定し、オイゲンの標的もまたフッドであったと述べている。1941年の2度目のサモン委員会に提出されたプリンス・オブ・ウェールズのリーチ艦長によるスケッチ。大爆発の直前に首相付近から噴出し、船体後部を視界から遮った煙、または炎の柱を表す。 この現象は、機関室通風機から漏れ出た、コルダイと火薬の火であると考えられている。0 6 0 0に、ホランドは舞台にもう一度左に回答するよう命じ、フッドとプリンス・オブ・ウェールズの手法をすべて敵に向けられるようにした。この回答の途中、プリンス・オブ・ウェールズ艦上からは、およそ 14km の距離からのビスマルクの一斉射撃の砲弾が、 フッドの主章周辺に着弾するのが見えた。そしてその38センチメートル砲弾の一つが、フッドの主章とその後方にある、X 砲塔の間のどこかを直撃した。直後に、主相付近から、巨大なトーチランプの火のように巨大な火柱が、吹き上がった。そしてそれに続く爆発が中央部から、Y 砲塔に至る船体の大部分を破壊した。 船体は二つに分断され、まず後部が沈んだ。艦首部も上を向き、回転しながら間もなく後に続いた。艦首部が沈む直前に、全部砲塔が、おそらく死を宣告された砲員によって、最後の聖車を行った。この最後の聖車の少なくとも一番が、ビスマルクの燃料タンクを貫通し、大きな穴を開けることによって、ビスマルクの燃料流出を早め。 結局連合国部隊の追撃を振り切って、フランスに逃げ込むことを阻んだという主張がなされてきた。しかし、この命中弾は、プリンスオブウェールズの14インチ砲弾であると、考えるのが通常である。破片は、ハンマイル後方のプリンスオブウェールズにも雨のように、降り注いだ。フッドはおよそ8分で沈没した。ホランド中将を含む1415人が運命を、 共にした。乗組員のうち生き残ったのは、2時間後に駆逐艦、エレクトラによって救助されたテッド・ブリッグス、ボブ・ティル・バーン、ビル・ダンラスのわずか3人だった。当時のイギリス海軍本部は、フット喪失の原因を検討し、ビスマルクの38センチメートル砲弾の一つが、火薬庫に侵入し、破滅的な爆発を起こした可能性が、最も高いと結論した。 2001年に見つかったフッドの残骸を潜水艇で調査した結果によれば首相付近の4インチ方の弾薬の爆発が目撃された垂直の火柱の原因でありそれに引火した後部15インチ方の弾薬の爆発が完備を破壊したものと考えられているこの爆発が燃料を燃やしつつ原燃料タンクを経由して全部に伝わり全部の弾薬を爆発させ 艦を完全に破壊した可能性がある。フッドの残骸は、艦主部は一切の構造を失って晒されており、一番砲塔から全部甲板に至る大きな区画が失われている。船体中央部の外反は外側に反り返っている。さらに、600トンの司令塔を含む全部構造物の主要部分は、船体の残骸から1マイル以上離れて見つかった。これは、 後部の弾薬の爆発の火炎と圧力が全部に及び全部の15インチ砲の弾薬をも爆発させたという見解を裏付けるものである。プリンス・オブ・ウェールズはまさに沈みゆくフッドに向かって進んでいた。艦長のジョン・リーチはフッドの残骸からの緊急回避を命じた。この急激な進路変更は自らの照準を狂わせ、ドイツ艦からははだ狙いやすい位置に自らを 進めることとなった。ほどなく元のコースに戻ったものの、今度は2隻のドイツ艦の砲火を集中して受けることとなった。プリンス・オブ・ウェールズは、プリンス・オイゲンから4回、ビスマルクから3回の聖射を浴びた。そのうち1段は、上部構造物を貫通し、羅針艦板と、対空砲艦板の上員の多くを死傷させた。別の1段の破片は、レーダー室をぶち壊し、 中にいた上院の命を奪った。プリンツ・オイゲンの2 0 3トル砲の一弾は、後部5.25インチ砲塔の下部にある、溶断機室に飛び込んだ。また、ビスマルクの3 8トル砲の一弾は、原則装甲体の下の水面下に命中して、喫水線下8メートルの船内に4メートルも、侵入したが、暴雷装甲核兵器によって阻止された。 プリンス・オブ・ウェールズにとって幸いなことに、どちらの弾丸も不発だったが、少量の浸水といくらかの燃料流出は避けられなかった。プリンス・オブ・ウェールズの水面下を襲った、この38センチメートル砲弾については、いくつか誤った見解が示されているが、それは補助機械室に留まっており、弾薬庫を危険に陥らせたという事実はない。この頃、 プリンスオブウェールズの艦砲の不具合は深刻なものとなり、大部分の手法が使用不能となっていた。リーチ艦長は、このまま戦闘を続けることにより、敵にさらなる損害を与えないまま艦を喪失する危険を犯すことになると判断し、煙幕を転調して離脱するよう命じた。0604、プリンスオブウェールズは、後部砲塔の見放がは正で発射しながら、 ドイツ戦隊から離脱した。しかしその砲塔も1500トンもの重みによって旋回装置が故障し操作不能となってしまった。砲塔の兵員と民間人の技術者の努力にもかかわらず故障が回復したのは0825になってからだった。この時の戦車は不揃いでまた禁断だったと考えられている。プリンスオブウェールズは0610に戦闘を停止した。 死者は13名、負傷者は9名だった。この時、最初の回答によって、プリンス・オブ・エールズが、一旦、プリンス・オイゲンの魚雷の射程に入り、それが発射されようとした時に再回答して、そこから離脱したということがあったが、このタイミングは、全くの偶然である。ビスマルクでは、フット撃沈に、気揚々たるものがあった。そして、プリンス・オブ・エールズを追撃し、 これをもほふってしまうのだと大方のものが予想していた。ビスマルク艦長のエルンストリンデマンは、リュッチェンスに、その許可を求めた。リンデマンは、法術の専門家で、プリンスオブウェールズがまさに手の中にあることを知っていた。たとえ、トービー提督の船隊がスカパフローを前日に、発信していたとしても、プリンスオブウェールズを追撃して撃沈した後でもまだ、 ビスマルクから300里以上離れていると考えられた。しかしリュッチェンスはリンデマンに追撃の許可を与えず、また説明もしなかった。リンデマンは再度より強硬に要請を繰り返した。リュッチェンスは海軍総司令官エイリヒレーダーの命令損害を拡大し、また、 イギリス海軍の待ち構える手の中に、ビスマルクを差し向けることになるような不必要な戦闘は、避けるべしマイナスにあくまで忠実だった。リュッチェンスは、プリンス・オブ・エールズを追跡せず、戦闘を打ち切った。彼は戦隊を270度に向けた。二人の上級指揮官のこの意見の衝突は、彼らの行動の規範が、相入れないものだったことの反映である。 ビスマルク艦長のリンデマンは何をおいてもまず、戦術家として行動した。それゆえ時間の当面の目標が、プリンス・オブ・ウェールズの撃沈であることに、何の疑問も抱かなかった。そして、自ら固く信じていることを押し通そうとした。リュッツェンスは、艦隊の指揮官として、また作戦遂行の責任者として、戦略的な作戦レベルで行動した。ある意味で、 彼の命令は明確であった。第一の優先目標は、輸送船団の攻撃であり、限定的で、おそらく不確かな結果を得るために大規模な交戦を行うリスクを課すことではなかった。とはいえ、レーダーはまた、リュッチェンスに、戦闘が回避できない場合は大胆かつ、臨機応変に、それに臨み、積極的に戦い抜くことを指示してもいた。肝心な点は、 リュッチェンスの命令が今まさに成し遂げられたような花々しい成功を目指したものではなかったということである。彼が固く保持した優先目標はもっぱら民間の輸送船団の撃沈であって敵の軍艦との遭遇は極力避けるべきものであった。さらにドイツを出発する前にリュッチェンスはコンラットパツヒ提徳とビルヘルムマルシャル提徳に レーダーの命令を固守すると宣言していた。この意味は、レーダーの命令を拒否したために更迭された、艦隊司令官の三人目になるつもりはない、ということだった。それに加えて、リュッチェンスは、自らの命令決定について、部下の意見を求めるような性格ではなかった。リュッチェンスは、仮に戦っている相手が、キング・ジョージ5世でなく、公や身の住んでいない。 プリンスオブウェールズであると知っていたとしても、その決定を翻すことはなかっただろう。プリンスオブウェールズを追撃することは、船体をノーフォークとサフォークからのさらなる砲撃や、魚雷攻撃にさらすことを意味しており、明確に禁じられた冒険に、彼の船体と乗組員をさらすことになるのだった。0619と0625の間にサフォークは、 ビスマルクの方向に6回の正車を行ったが、それは、ビスマルクと航空機のレーダー反応を取り違えた、ものであった。その時、サフォークは、ビスマルクとプリンツ・オイゲンのいずれからも射程外にいた。ホランド中将が戦死したため、プリンス・オブ・ウェールズの指揮は、ノーフォーク、サフォークと同様に、ウェイク・イコール・ウォーカー少将が取ることになった。それは、 ビスマルクを沈めるのに、十分な軍艦が集中することができるまで、ビスマルクに対処する責任を負ったということでもあった。ウェイクイコールウォーカーには、ビスマルクとの戦闘を再開するか、あるいは来るべき、トービー提督による攻撃を確実にするか、という選択肢があったが、彼は後者を選び、ドイツ戦隊の追尾を続けた。ウェイクイコールウォーカーは、 これ以上の戦闘はビスマルクに与えるより大きな損害をプリンスオブウェールズに与えさらに巡洋艦がも危険にさらすことになると結論した彼はトービーが接近しつつあることを知っていたそしてプリンスオブウェールズに可能な限りの速度でノーフォークに続くよう命令し攻撃を受けた際にはノーフォークが頼れるようにした0757 サフォークはビスマルクが速度を減らしたこと、損害が発生していると思われることを報告した。ビスマルクを追跡する間、環境に留まって、昼食をとるサフォークの艦長ビスマルクが、艦首に最初の命中弾を受けてから、26人からなる間の6つのダメージコントロールチームはすべて、損害修復のために休みなく働いていた。無限のスクリューの先端が、 水面上に見えるという報告を受けて、リンデマンは、艦のトリムを回復するために、艦尾の二つの角質に注水するよう命じた。彼はまたダイバーに、必要不可欠な1000トンの燃料を貯蔵している艦首の、燃料タンクをまず全部の艦室に接続し、次に上艦パンに、暫定的なラインを設置して、後部燃料タンクに接続するように命じたが、いずれも失敗した。 リンデマンは次に、艦首の穴を当て物で塞ぐために、ビスマルクの速度を落としてまず一方に傾け、次にもう一方に傾ける許可を求めたが、リュッチェンスは、今回も、説明抜きで拒否した。結局、提督は、大二貫室と補助貫室の穴をハンモックと、衝突防止マットで塞いで海水の流入を、止めるために二22ノットまで減速することに、同意せざるを得なかったが、 この試みも失敗に終わった。大イフ間室は閉鎖され、速力は28ノットに低下した。浸水と共に燃料の流出も発生していた。リュッツェンスはプリンツオイゲンに交代してそれが完備工法にどのくらい跡を引いているのか確認するよう命じた。油の絨毯は鉱石の両側を広く覆って虹色に光っており強い匂いを放っていた。それは ビスマルクの功績を示す隠しを押せない目印となっていた。全部燃料タンクの損傷と作戦の初期にベルゲンにおいて燃料補給の機会を一したことが重なってビスマルクの燃料残量はすでに3000トンを下回っており、これは大西洋で戦団攻撃を行うには甚だ不十分であった。また作戦の成功にとって不可欠であると思われた。 奇襲の要素は、もはや明らかに失われており、のみならず、船体は、サフォーク、ノーフォークとさらには、プリンスオブウェールズにも、相変わらず追跡され続けているのだった。リュッチェンスは、ビスマルクの任務を中止して、修理のために、近くのドックに向かう必要があると判断した。問題は、どの港に向かうかということだった。適正でない港で最も近いのは、 ベルゲンとトロンヘームであり、距離は1000マイル少々である。しかしその方角に進むことは、アイスランドの北、または南を通過することを意味しており、そこでは、敵空軍が彼らの通過を全力で見張っている上に、スカパフローから、強力な戦隊が向かってきている、可能性もあった。またリュッチェンスは、自分の持っている情報が当てにならないことも知っていた。 海軍の北部管区司令部からはフッドは西アフリカにいると知らされていたのであり、キング・ジョージ5世級が周辺にいるという情報も得ていなかったのである。ベルゲンに戻るというリンデマンの進言を拒否し、リュッチェンスはビスマルクがフランスのサン・ナゼエル港に向かうよう命令した。フランスの海岸はベルゲンより600マイルも遠かったが、 その井戸での比較的長い夜と広い海面で追跡者を巻いてしまえる可能性があり、加えて U ボートの警戒線の内側に誘い込める可能性もあった。そしてビスマルクの損傷の修理がひとたび完了すれば、イギリスの通称ルートの端にまさしく位置していることになり、巡洋戦艦シャルンホルストとグナイゼナウの潜在的な支援も受けられるのであった。両艦は、 ベルリン作戦終了後、その年の初めからブレストに降り、修理とオーバーホールを行っていた。ただしブレストはサンナゼールよりもイギリス本土に近く、イギリス空軍爆撃機の行動範囲内にあった。リュッツェンスは、無傷のプリンツオイゲンを離脱させ、単艦で通商破壊を行わせることにした。巡洋艦は遥か南のタンカーとの会合地点に、向かった。 しかしプリンツオイゲンは、手記の故障に苦しみ、結局通商破壊を行うことなく、一石の商船も、沈めずに任務を断念して、ブレストに入港した。リュッツェンスの戦火のニュースは、ベルリン、ビルヘルムスハーフェン、そして、パリを、聖典の霹靂のように撃った。緊急電話が、ドイツ支配下のヨーロッパ全域を、嵐のように駆け巡った。ベルリンの海軍本部は、 リュッチェンスの勝利に湧き返ったが、その喜びは、ビスマルクの損傷とフランスに向かうという知らせによって、薄められた。総司令官レーダー提督には、リュッチェンスが、直ちにサンナゼールに向かうのか、それとも手を巻いて、中部大西洋で給油してから向かうのか、わからなかった。レーダーは直ちに参謀長オットーシュニービント提督と打ち合わせを行い、シュニービントは、 ビルヘルムスハーフェンの北部管区司令官であるロルフ・カールス提督に電話をかけた。カールスはリュッチェンスをドイツに呼び戻す命令を作成していたが、まだ発信していなかった。シュニービントはリュッチェンスは正午に北部ヘブリディーズと南部グリーンランドの間に引かれた境界線を横切っており、北部管区から西部管区の管轄に移っているので、 リュッチェンスを呼び戻す命令をカールスが発することはできないと指摘した。シュニー・ビントは次に西部管区司令官アルフレート・ザール・ビヒター提督に電話をかけ彼にリュッチェンスを呼び戻すつもりがなくそしてそのような決定はシュニー・ビントとレーダーとの間で議論されなければならないと思っていることを確認した。レーダーはシュニー・ビントと 再び連絡を取り、彼らの手元には状況に関する十分な情報がなく、最もよくわかっているはリュッチェンスその人であると話した。それからレーダーは、バイエルニアルプスのオーバーザルツベルクにいた、アドルフ・ヒトラーに電話で連絡を取った。ヒトラーは、フット沈没のニュースを冷静に受け取り、喜んだり、勝ち誇ったようなそぶりを示すことはなかった。レーダーの報告を聞いた後、 ヒトラーは側近に振り向き、その個人的な感想をこう述べた、フット劇鎮のニュースは、ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝賞によって、熱狂的に取り上げられた。その夕刻には、いざゆかん、英国へ、その他の景気の良い軍学と一緒に全国に放送された。ドイツ国民はすでに、クレータ島沖でのイギリス海軍に対するドイツ空軍の勝利のニュースには来たっており、 フット撃沈に有頂点になった。イギリスの民衆は最も象徴的な軍艦とその1400人以上の乗組員が一瞬にして失われたことにショックを受けた。海軍本部はビスマルクを追い詰め撃沈するために大西洋で使用可能な軍艦をすべて動員した。イギリス海軍は全力でビスマルクを追跡し戦い。 そして5月27日の朝それを成し遂げた。後日、ウェイクイコールウォーカーとプリンス・オブ・ウェールズ艦長のジョン・リーチは、軍法会議にかけられそうになった。問題とされたのは、フッドが沈んだ後、ビスマルクとの交戦を続けなかったことであった。本国艦隊司令長官、ジョン・トービーは、この批判に愕然とした。トービーと彼の上官である、第一海軍卿。 サーダドリーパウンド提督との間で激しい議論が交わされた。トービーは二人の主官が時間を不必要な危険にさらすことなくドイツ戦隊を追跡した行動は正しいのものであると主張した。さらにまた、プリンス・オブ・ウェールズの手法は故障を繰り返しており、到底ビスマルクと当たり合える状態ではなかったとも言った。トービーは軍法会議が開かれるならば、 食を辞して、どの法廷にも、被告の友人たる、被告側の証人として出席すると宣言した。その後、軍法会議が提案されることはなかった。イギリスのサモン委員会は速やかに、フッドの爆発の原因を調査し、レポートを作成した。最初のサモンに対して、利用できる全ての証拠を吟味していないという批判がなされたため、 第2回のサモン委員会は、より広範囲に、フッドの喪失について調査し、爆発の原因として考えられるものという観点から、その時点で収益中の大型軍艦の脆弱さの試験を行った。結論は、最初のサモンの時と同様、ビスマルクの38センチメートル砲弾が、フッド後部の弾薬の爆発を招いたというものだった。その結果、 古参の軍艦に対して弾薬庫の防御の強化やそれに関連した若干の改善が行われた。多くの海軍歴史家や作家がビスマルク戦の分析を行い、双方の指揮官の判断について考察した。最も議論の対象となった一つは、リュッチェンス提督が戦いを続けるのでなく、大西洋へ向かうことを選んだことである。極めて孤立的なリュッチェンスは、 プリンス・オブ・ウェールズを追撃しないことの説明をついに行わなかった。偶然とはいえ、フッドを沈められたことにより、イギリス海軍の怒りは頂点に達した。その後のビスマルク追撃戦において、イギリス海軍は確実な復讐のために動かせる、すべての戦力を動員し、ビスマルクを殴り殺しにした結果、ビスマルクは浮かぶ廃墟と化して撃沈された。さらに、 イギリス海軍の怒りはビスマルクを沈めてもなお収まらず、その後のドイツ海軍に対する攻撃はより徹底された。1941年6月以降、イギリス海軍が大西洋水域の戦団護衛に戦艦を投入する必要が皆無になったことからも、ドイツ海軍全般における水上艦の壊滅的状況がわかる。この海戦における ホランド中将の行動からは、ユトランド沖海戦の初期段階での、デイビッド・ビーティー帝との類似点がいくつも見つけられる。ホランドの行動からは、H 部隊の到着まで、ウェイクイコール・ウォーカーの追跡を支援するのでなく、直ちに、ビスマルクと交戦しなければならないと考えていたのは、明らかである。ビーティも、同様に、ドイツ艦隊を、 ジョン・ジェリコを提督率いるグランドフリートの方に誘引するのでなく、自らの戦力でフランツ・フォン・ヒッパー提督のドイツ巡洋戦艦部隊と交戦べきであると考えていた。ホランドは BT のように大型艦の数では優勢だったが、それぞれの単位の戦闘力は劣勢であった。さらに、ホランドの言った戦力配置とユトランドでの BT の配置にも類似点がある。 ビーティもホランドもドイツ部隊を進路前面に置いて攻撃した。その結果としてビーティの艦隊は中央及び後部の砲塔を敵に向けることが困難だったしホランド部隊もフッドの最後の左回頭直前まで後部砲塔を使うことができなかった。ビーティは艦隊のうち最も装甲の薄い巡洋戦艦部隊を戦列の戦闘に置きより強力で 装甲も厚いクイーンエリザベス級戦艦を後衛に置いた。同様にホランドも古くて防御の弱いフッドをより強力なプリンスオブウェールズの前に置いた。また、両帝徳とも機関から艦下の部隊に対して厳格な統制を行った。これはリーチ艦長が独自の判断でプリンスオブウェールズを起動させ敵を混乱させるような行動を取れる。 可能性を失わせた。さらなる類似点として、ドイツ海軍の戦術的勝利と戦略的敗北がある。今回、ドイツ海軍は、ユトランド沖海戦と同じように過労して戦術的勝利を得たが、フッドを偶然にも沈めてしまったことで、イギリス海軍の怒りを買い、その後の次海軍の崩壊を早めたという点で戦略的には完敗した。ありがとうございます。